これただ単にこの前ファンクラブで紹介したやつの上にちょっと羽織ってるだけなんですけど、こんばんはこんばんは。もう夏だよ、暑いもんね。明日は皆さんライブです。明日意外と今は緊張してないかも。今は明日は本番が19時からなので、明日ライブです。ボングさん、いなありがとうございます。 MK しんじさん長い虫ありがとうございます。ボングさん拍手ありがとうございます。スランプくん、流れ星ありがとう。19時からぜひお待ちしております。配信もございますので、ナトさん、まつりありがとうございます。ボカパンダさん、お花ありがとうございます。元気にしてるよ。元気元気。かっちゃん、ぐるぐるありがとう。現実が見える。あ、え？ちょっと待って。光当てるとやっぱ結晶がくっきり見えるね。長い星。今日は思わず笑顔になる明るい系 BGM を流してます。明日さ、本番中にちょっと咳出ちゃうかもしれないんですけど、出ないことを願ってほんわか BGM がいい？後ですよ、後で。終盤になるにつれ。香港の KQ さん、祭りでありがとうございます。こんばんは、サムさん。そんなにあった？嘘、めっちゃ人気じゃん。どれだったっけね。みたさん、短冊ありがとうございます。明日前回と同じやと思っててください。寝かせんといて。今日さ、今日 YouTube 撮ろうと思って YouTube 撮ってたんですよ。でね、料理のやつを撮ろうと思って撮ってたんだけど、失敗しました失敗したからボツです。いこの音楽。ボツです。なのでまた違う動画にを撮ります。何作ったかはまた多分載せるので内緒にするんですけど、やり直してけど失敗した。すごいショックだった。なのでそれを夜ご飯に食べて今日お腹いっぱいです。こんばんは。食べた。何が失敗？焼くときに失敗した。そう、量が多すぎた何か絶対気になるでしょ。失敗集をまたいつか載せる機会があったら載せるね。なんか動画回してるとさ、動画のことも気にするからさ、フライパンよく見ないプラスあれで失敗する。でも久々に料理作ったかも。簡単なのは作ってたけど、また載せます。山来たよ、こんばんは。ヤッホー、ありがとう、トールさん。デューチュタカさんもこんばんは。みんなの DD さんもこんばんは。タルさんハートありがとうサレ8号さん、流れ星ありがとう。髪切ってない。お貯金してないよお貯金しないよ。普通に椅子に座ってます。赤パンダさん、お花のなんだろうこれ、お花のやつありがとうございます。バングさんも素敵な景色ありがとうございます失敗本当もう途中で諦めちゃったよ失敗失敗ってなって、あ、もうダメだ、盛り付けも失敗みたいなっちゃって諦めちゃった。だから無で食べました。味は美味しい。自分で言うのもおかしいけど、でも美味しかった。見た目が悪くなっちゃったんですよね。くるみさん、祭りだありがとうございます。ありがとう。ね、料理いろいろできるように昨日あの後買い行かなかったんだ結局買いに行かずでしたね。BPM1888 さんハートありがとうございます。はやちゃんこんばんは。きゅうりも何もお家になかったから何も食べず寝ました。我慢した。NK しんじさん、ハートありがとうございます。ありがとう。はやちゃん、リンボスありがとうございます。はやなこんばんは来ました。ヤミーさんこんばんは。みるさんもこんばんは。かやみさん流れ星ありがとうございます。はやちゃん短冊ありがとうございます。ありがとう。祭りだ祭りだ。もかパンダさん流れ星ありがとう。ボングさんもありがとうございます。みどりさんかわいいありがとうございます。お祭り行きたいな。お祭りあきちゃまるさんも流れ星ありがとう。どこでもいい、屋台があるとこに行きたい。屋台好きなんです私。何回も言ってると思うけど、でもね最近って言っても最近行けてないからあれなんですけど、屋台でじゃがバター食べたいってなるのが考えた。じゃがバターってね。かなさん流れ星ありがとうございます。花山さんこんばんは。りんご飴のさ知ってますか。東京のりんご飴の飴屋さん、それがすっごい美味しくて、なんだっけな、ポルみたいな、なんだっけな。あやちゃんありがとうございます。短冊原宿竹下通りをそのまっすぐ降りて、ちょっと待って調べるね。マジでおすすめ。そこのシナモン食べたんだけどめちゃめちゃ美味しくてここ全然、あ、キャンディーアップル、もう一つでも売ってるし、その場で食べれるようなカットしてあるやつもあって、そうめっちゃ美味しいんです。食べに行ってみてください。ん？待って、7月半ばまでリニューアル休業中や、ん？休業中悲しいってちょっと我慢だ。休業してんだ。この前行った時やったけどな。しげちさんバラありがとうございます。みるさんハートありがとうございます。かずいさんこんばんは。ひなさんもこんばんは。悲しい。でもここのねとても美味しいんです。プレーンとかヨーグルトチョコ、ヨーグルチョコ、シナモンシュガー、ピュアココア。私はシナモンシュガーとピュアココアを買って食べたんですけど、シナモンの方が美味しかったかも、個人的に。でもヨーグルチョコも食べたことあって美味しかった。この2択だな。ヨーグルチョコとシナモンシュガー美味しい。ありがとうね。ありがとうございます。キャンディアップル、代官山キャンディアップルって曲じゃない。やばい、頭が音楽なんです。キャンディアップルというお店になってます。はい、ぜひ行ってみてください。本当に美味しいの。可愛いし。店舗一覧ある。あ、待って、店舗一覧あるよ。代官山。町田。何個かあるみたい。ぜひおすすめです。こちらキャンディーアップル。他なんかあるかな、おすすめのやつ。なんだろうな。皆さん何かありますか、おすすめの食べ物屋さんとか。福井のスタバ美味しかった。マジいいな。食べれなさそう。でも友達も食べてた、飲んでた。クレープ好き。クレープは生クリームとチョコとあとイチゴが入ってたら何でも好きなのでそこまで詳しくないんだよな。でもどこだっけ、ちょっと待って。ああ、いつか行ってみたいなと思ってるのはジェラートピケ、ジェラピケのなんかカフェみたいなで、幕張にある。あ、金沢にもあるって。そうなんだ。あ、いっぱいある。難波にもあるし、木更津、恵比寿、池袋にもある。へえ。そう、ジェラピケのフェなんだけど、そんなクレープとかもなんや具とか入ってる感じじゃないんだけどね、バターとお砂糖のクレープとか生地にバターがのってるとかな感じないけど、すごい美味しそう、美味しそうだな。ヤミーさんとりますありがとうございます。カズさんありがとうございます。ありがとうね。シンプルやからこそ美味しいのかなって気になってはいます。お食事クレープもすごい美味しそうなんだよ。ラタチューとバジルのサレだってとかコンプレ美味しそうなんだよね。長すく逆、昨日と逆になってる。あきちゃまるさんお花のありがとうございます。ラタチューね、おしゃれ、すごい名前からおしゃれ。あ、てかさ、桃の時期ってもう始まりだしたよね。前スーパー行った時に桃が売っててすごい感動したの。桃好きなんですよ。桃って苦手な人いないよね。いるかな。めちゃめちゃ美味しい。たかさん、あ、くまちゃん、おりぼし、おりぼしだっけ、あれ、ひこぼし、おりぼし、ひこぼし、あれ、なんだっけ。ありがとうございます。おりぼしってなんだ、おしぼりみたい。たありがとう。確かに織姫と混ざってた。やばっ。そう硬いものと柔らかいままで、柔らかい桃が好きです。パングさん、ご愛顧ありがとうございます。面白い。よもやさん、よもやださん、祭りでありがとうございます。ありがとう。昔ちっちゃい頃さ、その七夕でさ、織姫と彦星の劇とかやってたな。うん。やってました？ちっちゃい頃。やってたのか見たのかわかんないけど、なんか経験ある気がする。最寄りもう間違えないよ、さすがに。安心して。天の川ね、なんかこうやってみんなでこうやってやったりとかしてさ、やった記憶あるな。しんちさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。フォローしました。あ、本日もありがとうございます。最寄り、最寄り、どうなんだろう。天の川見れたかな、わかんない。なめやんさん、こんばんは。やゆのなえちゃんもこんばんは。多分見れたと思うけどな、いつかは。流れ星は見たことある。赤パンダさん、お花ありがとう。キャンプしたい。でももう蚊刺されてきたんだよね、足。証言です。ありがとうございます、じゅんべいさん。今日は初見ね。東京、今日雨どうやったっけ。でもあんま降ってなかったよね、多分。皆さんもこんばんは、こんばんは。てんべいさん、どうぞありがとう。かゆいの治ります？小さい頃からさ、かゆい、蚊刺されたところは爪でさ、バッテンにするとさ、いいって誰かに聞いて、それをやってた。てかやってる。やる？一緒だ。一緒だ。やっぱそうなんだ、みんなそうなんだね。私大型やから刺されやすいんですよ。そう、血が美味しいんだと思う。今来ました。明日行きます。楽しみです。お待ちしてます。楽しみましょう。おっ、あんまなんかかゆさが分かんなくなる。痛いからかな、分かんないけど。もう一番大型が刺されるよね、多分。ゆうちゃんさん、レインボースターありがとうございます。今日滑舌やばいね。元気者第2、気をつけないと。公園とか行ったら刺されやすいよね。蚊が多いとこ行くとすぐ刺される。蚊の薬、無比とか。MC まだ考え中なんです。そうなんです、実は。一つは決まってて、蜂は刺されたことないけど、お姉ちゃんが刺されたところ見た。手のアリに刺されたことある。地面手ついてて刺された。最近の話題なんだろうな。YouTube の話明日しとけばよかったなめちゃめちゃね、アリニュースサイトかゆかったよ。足元の悪い中言えるか。え、蜂って刺すんだね。やっぱ刺すんだ。刺されたことないから。でも逃げてるいつも。明日めちゃくちゃ楽しみなんだけど。嬉しい。グエナも久々すぎてさ、なんかこんなあんま緊張しないとか言ってるけど、明日もうガチガチに緊張したらもう許して笑ってうん、ガチガチに緊張してるかもしれないから、その時はもう「あ、クエナ緊張してんな」って思ってください。めめさんファイトありがとう。チラチラチラ。爆笑キングさんチラチラ。緊張した方が力が発揮できるかな。緊張、前の対バンがさすごい緊張しちゃってたからね。自分でもなんか笑っちゃうぐらい。手が震えてたもん。でもきっとそう緊張してても楽しいから、そうもう見えてるの。帰り際楽しかったって思うことがモングさんファイトありがとう。うん、いきなりスイッチ入るよね。わかるライブは1ヶ月ぶりですか。そうだね、5月15日かな。多分そうだよね。相手の方も初めましてです。ヤンズの弟子さん。めちゃめちゃ楽しもうと思います。でもこれからライブもね結構増えそうなので、楽しみです。うんしまーす、はい、全部いけない回ライブやりまくってほしい。でも今月で3回あるけどまだまだ足りないういうの週1でライブしたいけどね。東京愛でやるの一応ね予定はあるんだけどまだわからないですよね。コロナの次第。昔からねいろいろとねコロナやったりとかいろいろなことで関東付近しかできてないからね、県外でもできたらいいなと思うんですけど、各地でもコロナが流行ったりとかすごいなね。まだ何とも言えないですけれども、できたらできること願ってる。それで引っ越してライブたくさん行きたい可愛らしい、嬉しい。陰性やったよかった。熱あったか PCR 受けたってよかったよかった。気をつけないとね。出しますよねって圧いやでも今はため途中なのであれなんですけど、確かにネックレスさ、なんだろう、わかんない。確かにハマったらそればっかつけてるから、洋服も一緒なんですけど、これかわいい、これお気に入りって思ったらそればっか着てさ、いつの間にかその洋服は毛玉だらけになっちゃう。レナさん、だるまさん、ありがとうございます。ワンマンライブ次の日誕生日なんで俺の曲作ってください祝ってくださいかと思ったら作ってくださいだった。ああ、食べるのもそんな固まってはないけど、お店とか言ったらそこばっか結構行くかも。例えばラーメンやったらここみたいな感じ。ミッキーさん、こんばんは。だからこれって決めたらこれですね。性格出ますねきっとモングさん、ハートありがとうございます。ありがとう。サンタクさん、レインボースターありがとうございます。ワンマンライブに向けてクレーナーを見習ってダイエットしてます。おお、偉いじゃん。頑張ろう。かっこいい、ありがとうございます。ライブの前と後のどちらで美味しい食事をするのがいいですか？クレナは後です。なぜならなんだろう、楽しいこと終わった後にさ、なんだろう、美味しい楽しみが待ってるってだけでも幸せだなって思うので。キリンマルさんこんばんは。赤羽さん長山さんありがとう。リバウンドあとは一緒だね。いいね、ありがとう。ダメだよ。お酒飲みます。お酒好きです。だから明日一人で乾杯してようかな。終わった後。何飲むの？でもそんななんかめちゃめちゃ飲むってことでもないんですけど、みんな「あ、テキーラ」とか「テキーラ」怖い。テキーラってやばいって聞いてから、打ち上げ配信する？嘘、もうこのノリだったらしようって言っちゃうよ、クレナ。ねえ、嘘。やる？何時からする？私何時に帰れるか分かんないんだよな。何時だろうな。22時、待って、9時ぐらいに終わるとして、もうそこから後片付けやらいろいろあるから余裕持って23時、ワクワク。後片付け配信それはいらないでしょ。明日配信するか皆さん見てくださいね。じゃあ夜でお話ししましょう。今日はどうだったか反省会だね。ちょろいんで23時から以降になると思うんですけど、またお伝えしますね。でもクレナはさ、明日さライブでさ「あー楽しかった」ってなるけど、皆さんさ次の日仕事でしょ。じゃない？絶対そうだよね。水曜日だもんね、次の日。ちょこっと配信しつつお話しして終わろう。おお、明日が楽しみだよ、いろいろと。レナさん、バラありがとう。ドラクエの街行きますか？どれだったっけね。ちょっと待って。だっけ、待って、出てこんかもしれん。優しい時間1時間版とかにする。木琴を使ったほのぼの癒される。聞こえる？感じた？ドラクエさんちょっと違うよね。ヤミーさん、ドレマさんありがとうございます。はやちゃん、かわいいのありがとうございます。新しい。どれやったっけ、優しいメロディー。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今日も可愛いよって。平和？平和ですね。これかな？ちょっと変えるね。ごめん。めちゃめちゃ変えちゃうけど。これ？どう？これ？これか。イエーイ。冒険の旅へ。平和平和。これくれなって感じ。くれない、褒められてるこれ。褒め言葉大丈夫そう？もはやこの音楽聴いてて今日は満足。やばい、締めがこの曲かい。冒険始まったね。平和だね。これなんてでコロナぶっ飛ばしてください。歌うぞ。これさ、最後らへんいったらどんな感じになるの？ちょっと飛ばすね。あ、永遠とこんな感じ？あ、そうだな。あ、そうだわ。やってんの？それしゃあない。毎度むっちさん、緊張する場面ありましたか？特にないかな。特にないかも、緊張は。ねえ、基本ループだね、やっぱ。それそうか。明日は楽しむ。久々に白なんてきた。黒ばっかだから最近。髪の毛もここら辺まで伸びないかな。引っ張っとけば伸びるかな。エクステなんで切ったの？キューと話したっけ？これな、前髪じゃなくて映画というのがあってなって確かにあるね。きっともここら辺になっちゃう時は切りたいなって思ってるんだと思う。歯綺麗、嘘、初めて言われたな。そう、髪の毛で染めるために美容室行きたいなと思ってます。メール今ぐらいからかける音楽やったかもしれん。ちょっと早すぎたかもね。そんな気がするね。すごい手持ちが手置くとこが。そうみんな待ちきれてなかったから始めた瞬間にもうこの曲になったもんね。あの字明日髪型何にしようかな。最近外羽がさなんか仕方忘れちゃって、なんか外羽したいなと思っても巻くことが多いかも。レインボースターありがとうございます。でも最近雲だけど配信する時がたまたま雲ばっかなんかもしれん。忘れる。新曲の方が気になる。嘘、新曲だしないいよ。まだあとちょっと待っててください。そういえば寝癖つきます。嘘ですけど嘘かい。良きタイミングで選曲発表いきなりするので楽しみにしてくださいね。しないかもしれないし。雲は上からうん前玄関にいました。なんかさちっちゃい雲とかじゃなくてちゃんとさなんか形がはっきりしてる雲がいた。うんいた。線の回線の回って雲？これな今雲の話してるところ時差？これ時差ですかね。どれぐらい時差あるのかよく分かってないからさいつもさ「バイバイ」って言って途中で切ること多いんでしょ。それ聞いてさショックだった。そうだったんだ。こんばんは、スノースノーさん。こんな雲に出会ったら逃げるわ。とりあえず見なかったことにしちゃうか。ね途中で切れるよね。昨日とかずっと長めにってやってたんだけど、切れてた。永遠と無で笑顔でずっと手振ってたの。あっていてあって帰ってくるまでの時差。オッケー、確かにやろう。じゃあクラの声があって聞こえたらみんなあって言ってね。いくよ。あお、ちょっとあるんだね。うん、分かったみんな。間違いない。何これ。面白い。ちょっと時差あるんだね。じゃあ昨日は途中で切れてなかったか。それいくやん。今の時間教えて。4分。秒数わかんない。秒数わからんやん。あ、調べたら出てくるか。4分30秒。どう？確かに秒差なんだね。12秒。9秒差。12秒。10秒。あれみんな違う、バラバラ。8秒でしょ。15秒。みんなバラバラだね。何あって。あ、教えてくれたの。あで人によるんだね。そうだね、15秒まで。なるほど、じゃあこれから15秒とか言ってやってね。そしたら早い人はずっと笑顔で手振ってるの見れちゃうし、15秒の方はちゃんとよく終わるね。ありがとうございます。しんりさん、かわいいのありがとうございます。でどうも。もう1時間経っちゃった。早い。終わりますか。急すぎ？急すぎですか。今日目そんなことないよ。パンダさん、流れ星ありがとうございます。 YouTube 食べたラーメン食べてないです。コンビニで見つけたけど。まだ10分って、どこから数えたの。ではランキングに移ります。くるみさんもハートありがとうございます。ここにさ、ニキビみたいのできたの。13位、くるみさんありがとうございます。12位、イルカさんありがとうございます。11位、ヨメイさんありがとうございます。10位、香港の KK さんありがとうございます。9位、道丸さんありがとうございます。8位、みっちゃんありがとうございます。7位、しげつさんありがとうございます。6位、エサイラ1号さんありがとうございます。5位、みーたさんありがとうございます。よーいボングさんありがとうございます。3位若パンダさんありがとうございます。2位はやちゃんありがとうございます。1位ゆたかさんありがとうございます。タワーもありがとね、ありがとうございます。では明日お会いしましょう。皆さんぜひお待ちしてます。バンクさん使いありがとうありがとう。15秒数えるよ。いきます。あ、またねー。